なです。今日はですね、私の朝食がちょっとね変わっているので、それを紹介していこうかなと思います。で、突然なんですが、皆さんはご飯派ですか、それともパン派ですか？圧倒的に多分ねご飯派が多いと思うんですけど、私はねパン派なんですよ。というわけで、今日私のね好きなトーストの作り方を紹介していきます。必要な材料はですね、まずパンと、それからバター、切れてなくてもいいんですけどバター、それとこれが一番のねポイントですよ、じゃん、海苔、こちらを使っていきます。パンのね上にこれを乗っけるんですけど、ないと思うんだよね普通の家だと。まあ、そんな感じなので、早速どういう風なのかっていうのを見せていきたいと思います。それではレッツラゴー。やあみんな、僕は山崎パンだよ。何に賞味期限、消費ですね、しかも消費期限過ぎております。現在ですね4月の3日でございます。まあ過ぎてるけど気にしないで食べちゃいます。さようなら。ひたすらパンが温められております。とっても美味しそうです。それじゃあまずバターをね切っていきます。ただ単に切るっていうかね、使う量だけなんですけど、これが何グラム、 10グラム なので、だいたいいつもこれの半分ぐらいを使ってます。あーなんて美しいんだ。電子レンジだと全く焦げ目がつかなくて、焼けてるんだか焼けてないんだかよくわかんない感じなんですけど焼けてます。はい、というわけでね、ちょっとスペースが足りなかったんで、まな板の上に置いちゃったんですけど、これがいつも朝よく飲んでる豆乳です。これもしかしてこう？パン。いつもはこんな感じでスプーンで塗るんですけど、全然うまく塗れなくて困ってます。で、これに、この海苔をですね、巻いていくんですけど、使うのは、このパンの大きさに対して、私はこの1枚全部使ってしまいます。まずね、角に合わせるでしょ、こう折って、さらにここを折りたたんで、これで海苔トースト完成です。一応私の中ではこっちが前、こっちが後ろになってます。なので食べるときはこういう進行方向で食べます。じゃんはい、というわけでこちらがですね、私が毎朝食べている朝ごはんになってます。まあ見た目はね、なんだこれって感じなんですけど、私はとっても好きです。これは誰が考えたかっていうと、私おばあちゃんがね考えた料理なんですね。おばあちゃんはね、そういう工作料理がね好きなのかな、日々こういうのをなんかいろいろ作ってます。で、おばあちゃんのこれが朝のお気に入りで、おばあちゃん家にお泊まりしに行った時にこれを食べてから、ずっと私もこれを食べています。それじゃあね、いただきます。うん、バターとね海苔がねすごい相性いいんですよね。たまに飽きたりするとツナを入れてみたりとかもしますね。バター塗って間にツナを挟んで、上から海苔で巻くみたいな感じで。おばあちゃんちはねみんな海苔が大好きなんですよ、私も含めて。だからあの岩海苔、あれをおばあちゃんわざわざ瓶に詰め替えて、おやつとしてパリポリパリポリみたいな、おせんべいみたいな感じで食べてますね。食べる時に若干注意してほしいのは、バターを結構ね塗りすぎちゃうと海苔からねバターが染み出てきて、手がねテカテカになるので、一番熱々で出てきた時にバターを塗って食べようとするとめっちゃ染み出ます。私はこの海苔とバターとパンっていうシンプルな組み合わせが好きなんですけど、おばあちゃんは結構きゅうりを入れたりとか、なんかいろんなものを入れたりして食べてるので、なんかおすすめがあったら聞いてきますそう、あとみんなもぜひ発明してみてください。あと家でこれを毎朝私は食べてますとか、僕は食べてますみたいなのがあったらぜひ教えてくれると嬉しいです。なんか今までこれで満足してたけど、私もおばあちゃんに習っていろいろ作ってみようかなと今ふと思った。例えば海苔とバターと主食系が一緒になれば多分いいんだと思ってて、だから意外とねこれもしかするとお餅バター海苔とか、じゃがいもバター海苔みたいなのも意外と美味しいかもしんない。そうそう、一人暮らしして一時期パンじゃなくてね、ご飯を食べることにハマってた時もあったんですよ。その時は、キュウリのキュウちゃんすっごいハマってて、だから毎朝キュウリのキュウちゃんとご飯とお味噌汁と、なんか目玉焼きみたいな感じのものを食べてましたね。でもキュウリのキュウちゃんって美味しいからさ、めっちゃハマる時ハマるよね。
個人的にはこの最後の方がすごい好きなんですよ。重ねていっぱいここ重なってるじゃないですか、一番最後の部分、ここをね食べるのはめっちゃ好きなんだよね。ごちそうさまでした。皆さんも今日紹介した海苔トーストぜひ作ってみてください。まあ気に入るかどうかはちょっとわかんないけど、私はすごく好きです。それじゃあ今日はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それから Twitter と Instagram もやってるのでぜひフォローしてください。それではバイバイ。